こんにちは、カジケイコです。えー、ご視聴ありがとうございます、えー。チャンネル登録してくださった方ありがとうございます、えー。今ですね、散歩から帰ったばかりなんですけど、今日はあのーえー、暖かいです。まだあのー、林の中は雪が残ってるんですけども、今日は気温が高くって、まあ道路はあのーえー、全然雪がないんですけども。 えー、ところどころ雪のある、えー、枯葉のですね落葉した落ち葉のそばに雪が残って、えー、とても綺麗でしたそれでね自分でもあのー、ちょっとおかしかったんですけどいつもよりですね足をのふわしてちょっと距離を倍ぐらい歩いたんですねいつもよりも大大した大したた距離歩かないんですけども。 犬を連れて歩くももんですからあのもうなるべく早くねもう帰りたくてどっちかというともう私はあのアウトドア系じゃない方逆なんでもうえ何日でもですねうちの中にこもってて全然もう楽しいというあのーえー、と室内派昔から室内派なんですけど子供の頃は。 学校行っているところも図書館にこもるとかですね。そういう生活してたんで、外ってあんまり好きじゃないんですね。まあ出かけるときは別に嫌いとかそういうことではないんですけども、あのー、もう散歩はね犬がいるから仕方なく行くっていう感じで、できたら早く帰りたいっていうところなんですけど、今日はいつもよりいつもの餃リとこ行ってその帰るんだけども帰らないでちょっとね今日から えー、距離を伸ばそうと思ったんですね。その時、別に誰かがいるわけでもないし、誰かと約束してるわけでもないんですけども、あのー、もうちょっと歩こうと思ったんです。それで今日だけじゃなくて、できたらあのー、毎日ね、その倍歩こうと思ったんですね。他のあのスポーツってやってないですから、私はスポーツ昔から子供の頃からスポーツに縁がないし。 人間なのでそれでねちょっと私はそれであのなぜかっていう理由はあるんですけども実はあの年賀状に友達がですあの年齢がねちょっとその人の年齢ってわからないんですけども90いくつなんですよ多分。ね 5ぐらいかなと思うんですけど、ちょっとはっきり、あの、えっと、聞いてないので、まあ、普段ね、年齢なんか忘れて付き合ってますのでね、ちょっと、あれですけども、90いくつであることは間違いないんですね。その友達がですね、年賀状に、この綺麗に揃った文字でですね、これ上ね、揃って、形成ないでしょ、はがきって。 線がないのにこれねあのえっ、ー、とペンで書いてるんですけど万年筆かインクのね文字なんですけどえー、まあ明けましておめでとうございますって書いた後に2467行書いてるんですねそれであのまずね私自分があのハガキ書くもう本当雑な人間なのでもう本当にねあの、えー、汚い字でもういわゆる乱筆 失礼しますすって感じでででもう乱筆で書くんですねそれでなのにそれでだからあの、えー、上も下も余白ってこうあるでしょはがきのささまあはがきでなくてもあ手紙でもでこう真ん中に書いて余白が。これがねあの揃わないんですよ。それで後からね、えー、っと最後のところ書き足すから、えー、増えたり文字が最初大きいけど小さくなったりまちまちなんですね。 ところがね、この九十何歳の方はね、きちっと揃ってるんですよ。上も下も横も左右、前後左右。あ、上下左右。きちっと揃ってるんですね。それでインクで書いて、それからですね、えー、文字も、まあもちろん、あの、五字、五字はないんですけども、 まあ簡単にその要件だけというか書いてるんでその中にねその90何歳の友達が「え年を取って足が弱くなって悔しい思いをしています」。それでまあ,あのグループの,あの名前なんですけどそのえ私櫛たちのエドニ雑誌のグループがあって。 えー、1976年から始まった勉強会の中でその、えー、ずっとですね雑誌を出し続けて、えー、今,今年300号間もなく出るんですね。まあ私も原稿出してるんですけどもその合評会っていうのがねあの品川であるんですよ月に1回ですけど雑誌を発行、えー、としてそしてその中の作品を4作か5作なので 毎月1作ずつ合表,、ね、表っていうのはみんなで、えー、仲間が集まってこの作品はああだこうだって言って批評し合うっていう回なんですけどもそれをねあの今コロナで、えー昨えー、一昨年か 2000, 2000年の2月に、えー、開催してから3月以降はねやってないんですね。 ずっと休みしてるんですでみんなもう開催したくって開こう開こうって言いながら、えー、まだ開いいてないんですねで間で時々ねあのちょっとあの、えー、コロナが下火になってた時にパッとこうやればよかったんですけどもなかなかそうもいかなくてやって開催してないもので会、えー、っ,ってないんですけどね。その、えー 例会ですね月に1回のまあ合評会ですけどその合評会に行きたいために毎日リハビリの筋トレをしていますって書いてあるんですよ。90何歳の人ですよ。お会いできる日を楽しみにしていますって。でまあ,あの食べることが大好きで元気ですって書いてるんですけどあのねその。 自分の文学の、えー、グループなんですけどもそのために会のためにね、まあ、その方の,あのお住まいは横浜なんですね横浜の相鉄線なんですけども相鉄線から、えー、横浜駅まで大体と10分ちょっとぐらいの距離ですかね。電車でで私鉄で、ね、あのー 休校でそれぐらいのだから普通駅各駅停車というかそれで行くとまあ15分ぐらいの距離なのかなと10分から15分ぐらいの距離にいらっしゃるんですね。でそこその私鉄の最寄り駅まではまあタクシーで行くとしても歩いては歩いていらっしゃるのかちょっと分かりませんけども歩くまあ5分ぐらい歩くのかもしれないしタクシーかもしれないんですけどもそこからですね横浜駅から今度 えーと品川ですので東海道線とかまあ横,須賀線横須賀線は横須賀線から東海道線ですね。であの新幹線だとですね新横浜からなんですね。新横浜なので新横浜が横浜の隣かっていうとそうじゃなくてちょっと離れてるんですね。だから私私鉄鉄の人はは品川行くにはまあ私鉄で行って でそれこっから今度東海道線でまあ、えー、20分か25分ぐらいかな横浜からぐらいかかるんですね品川まで。で、まあ、品川からはプリンスホテルなんで駅前なんで高輪口の駅前なんですけども、まあ、それにしてもですねやっぱりそのまあ、えー、グリーン車に乗るとしても東海道線のまあ座れるとしてね立ってはないということで。 グリーン車に座れるとしてもですねやっぱりちょっと距離あると思うんですよそれで、えー、ご本人はです,本人はですねやっぱりその合評会にちゃんと構えいつき通えるようにそれは足腰をちゃんと訓練しておかないといけなくなるからあの筋トレしてるっていうんですよね筋トレ。 えーっと品川に行きたいために毎日リハビリの筋トレをしています筋トレの目的が長生きするためですでもなければ家族に迷惑かけるからでもなければ病院に行けなくなると困るのでとか寝たきりになりたくないからとかじゃないんですよその文学のグループの合併を買いに行くために通うために 1か、まあ、月でもでしょうけどもうんです、ね、もう私もう本当ねまあ脱帽というかもう感心したというか契約したんですけどもそれであのー、あすごいなと思ってねもうその方はすごくいい小説書く方なんですけどもえー、ねあのー。 まあ息子も娘もいる方なんですけどももうそういうね家族のこととか何とかを書くんじゃなくてとにかく合併を買いに行きたいからそのために筋トレしてますって来たんですねそれを私は読んでああすごいこれはもう負けたと思ってあの今日急にですね散歩してる時にそのハガキのこと思い出して年賀状のこと思い出して。 もっと歩こうとと思ったんですすねいつも帰る引き返すところってあるんですよもうここまで行ったらもうそれ以上行きたくないからそこから引き返すっていって往復歩くっていうだけのえっ、ー、とまあ散歩道なんですけども綺麗な平らなねと両,両側は林で気持ちのいいね上は空で空の色があれだったりですね。 突き当たりのずっと先を見ると遠くに山が見えてすごいあの風景なんですけどもまあそこから引き返そうとするんですいつもずっと何年もそうだったんですところがねこの友達のえっ、ー、とね美津子さんって言うんですけど美津子さんの年賀状その一行を読んだだけでね私の行動がパッと変わったんですね。 向ここううまで行こうと思ってでもうちょっと行った方が良かったんですけどもあそこまでって決めてそこから帰ってきたんですけどねちょっと伸ばしてまあ倍ぐらい歩いたのかな大した距離ではないんですけどでもうちょっと先までえー、っと理想としてはもうちょっとあの先,あの先まで行くのがいいなとその時チラッと思ったんですけどもまあ今日は初日だったんで帰ってきたんですけど明日ですねできたら向こうまで行こうかなと思ってるんですね。 それでね私ねこのね人にそのまあ90何歳の友達ですけどた,ただの一行ね「明けましておめでとうございますの」の年賀状の一はがきの中の一行でね他,他人のですねまあ友達とはいえ別に普段会ってるわけでもないんですよ。月に一度その合、えー、評会に出てきてそれでまあ食事して帰ってくるぐらいの。 ことで長いのは長いですよもう長いこと付き合ってますからそのもう何十年かえー、と以上付き合って30年ぐらい付き合ってるかもしれないんですけども付き合うって言ってもその時に会うだけなんですね合評会の時に。それをあのそういう人の一行であの私の行動を変えてるわけですこの方は。 すごいいと思います、ね、あのえ家族でもねあの、えっと、例えば夫婦でもねなかなかね行動変えられないでしょうと夫婦で何か言こうした方がいいよとかあのこうしてとかって言ってもねもう、えー、ね40過ぎた人はねそんなに変わるもんじゃないですなかなか。行動って変わらないんですよねいく,いくら言っても。 でも,もうそんなにあの変えられるもんではないんですよね。例えば何かかしして,て忠告したりとかでもねそれぐらいね人の行動を変えるっていうのは難しいことなのに、えー、この人毎日生きたいために毎日リハビリの筋トレをしていますって書いてその筋トレの言葉にもうバシッと響いてですねその言葉が。 そして私は筋トレはし,してないしできない、まあ、しないんですけども歩く散歩の距離を伸ばすぐらいのことはできるだろうと思ってあ伸ばそうと思って歩いたんですね。だからあのあの人ってねそうやってね動かすんですね人の気持ちを。で人の行動を変える力を持ってるんですね言葉に。 しかもそんなあの電話で話すとかね LINE でやり取りしたとか写真顔見ながらビデオレ電話したとかではなくてただの一行手はがきに書いたっていうだけですけどもそういうねあのつまりその時ね私思ったんですけどあのまあ,あの年上の友達なんですけどもやっぱり。 先を行くものってねやっぱ後から来るものっていう後輩ですよね別に仕事の後輩でなくてもまあ人生の後輩というか他人でもなんですけどもやっぱりね人のあの、えー、自分の行動っていうのは後から来るものを、えー、まあできたらね悪い影響っていうのは与えない方がいいと思うんだけどいい方に 与えるっていうのはね人間のやっぱりその100年で今今100年で昔50年だったんですけども100年で終わる人生のあの、まあ、一,一つのね、まあ、希望でもありそれからあの使命でもあると思えたんですねこの,このことで。 結局ね前を行くものっていうのは後ろから来るものをまあ生命的にですけどねまああしろこうしろってね教えるのももちろんそうですけどそうでなくてもねやっぱよくねあの背中を見,見て育つとかっていう話ありますけどもやっぱそれがまあ親子とかその孫とかねそういう。 えー、家族の間だけじゃなくてもねやっぱりまあ例えばあの、えー、恩師の、ね、影響を受けるとか学校で小学校の時の先生の影響を受けたとかっていうことはよくあると思うんですけども、まあ、私もあの文学の、えー、師匠で人生観っていうのもガラッと変わって影響を受けましたけども、まあ、それは長いあの勉強の,あの上でのことなんですけども。 そんなあの教えるとかね、えー、教わるとかなんとかでなくても、えー、前を行くものはそうやって例えばねこの三子さんがあの毎日ねリハビリのためにその筋トレするっていう一つの自分のための行為ですよね筋トレっていう。これ誰のたまあ、もちろん結果的には家族のためになると思う。 あのまあ子供さんとかですね近くにあのこの方は一人暮らししてるんですけど近くに息子さんとかいらっしゃるんですよねだからしょっちゅう見には来てくれてるんですけどもそれでも一人暮らししてるんですよ。であの息子が来るとねなんかもうご飯とか作んなきゃいけないから忙しいから嫌だとかって言ってね贅沢なこと言ってるんですけどもあのその自分のためにしてることがなんか人に影響するって。 面白いというかこれ人のねあの命の希望だと思うんですね。だってあの,そのまあ何回も言いますけど100年でね人間は死ぬわけでしょどっちみちまあ120歳の方もいますけどもどうしたってもうその年齢で終わるわけですよまあ約100年でね。まあ長い短いにその方によっていろいろね病気とかもあったり事故とかもあったりして。 10歳、ね、であったり30歳であったり100の人もいれば110の人いろいろありますけどもどちらにしてもまあ100歳ぐらいで100年ぐらいで人はもう二度と生まれないんですね宗教的なことを言うとね生まれ変わりとかっていうそういう,そういうこととは違って物理的にですけどもそれがねあの一種ねあの絶望なんですよね。だってもう 100年したらもう人生なくなるんですからなくなって、まあ、体も消えてしまうわけでしょ全部消えちゃうわけですよでそうするとねそこにはね絶望,み絶望しかないんですよねまあ年取って動けなくなってあのもう早く死にたいとかってねそういう気持ちはあのまあそうなる時もありますけどもそれはそれとしてもやっぱりねあのそのことを考えるとどうせまあ 消えちゃうんでしょう死んじゃうんでしょうって絶望なんですよねであのまあ中にはですね大病する親を見たり、えー、病気認知症のね、えー、私の,あの友達は介護リタイア後に介護の試験受けて介護のあの国家試験受けてまあ介護職してますって病院勤めしてますけどもうもうそ そろそろ80歳ぐらいになる人です働いてますけどねあのその人なんかにも聞いてもですねあの認知症のねいろんな症状あるでしょいろいろもう聞いてるとね絶望するんですよそんなことになるのかと思ってで分からなくなるっていうのはまあね医師し本人にとったらあの、えーまあ、楽になるんですよね分からないんだったら。 でも全く分かんないっていうことではないし認知症でもいろいろあるから自尊心もあるからそのバカにしちゃいけないとかいろいろあるんですけどもでもねそういうい例えば体もね動かなくなるとかね脳もそういうふうになってなんか認知できなくなってるとかそういう,もう弱っていくようなことばっかりね見えてきて「100年?」って。 もうそうそやってあ絶望なんでしょ若い人若い人がそれをもし考えたとしたらね、まあ、若い人はねそんなこと考えないでまだまだまだ先だと思って生きてますから20代30代40代ねまだまだ先と思ってるから、まあ、そんなこと私も考えたことないですから絶望も何もないんですけどもよくよく考えると絶望なんですねもう二度と出てあの生まれないわけですから。だけど そのその絶望の中にね人にこうして影響を与えるということは自分のね生き,てる生きてる前を行くものですよね後ろから来る人って後輩だから人生の後輩ということは。前を行くものは後ろから来る人に見られてるんだなとか見せ,見せるんだなとかって思ったらねちょっと背筋伸びませんちょっと。やっぱりあのー えちょっとマシにしてようかなっていう気持ちになると思うんですよ見られると思うそうするとね自分がもう絶望の、えー、人生絶望だけどもでもそうじゃなくて前を行くものは後ろ後ろを来るものに見せ,なきゃ見せた方がいいんだってこう、えー、思ったらねやっぱりちょっとね、まあ、お手本という大げさなもんでもないけど希望が湧くんですね。あ人生 100年で終わりでで絶望かと思ったけどそうでもないんだ絶望の前にはそうやって他の人を励ますね何かその、えーまあ、何,何がそうなるか分かりませんけどもそのやり方ね例えばこの光子さんはリハビリの筋トレでしょ筋トレするっていうことが私を励まして、えー、じゃあ距離を伸ばしてですね散歩しようっていうふうに歩こうと。 いう,ふうに思,う思わせてそれは自分よりももうずっと年上の人がそういうことしてるんだから自分はもっとしっかりしなきゃっていうふうに思,う思わせたっていうことだからそうするとね私も後から来る後輩たちねああやっぱりえちゃんと生きてたなちゃんとしてるなーってえーっとまああの 参考になるというかですね。あの、背中を見てというか、えー、前にいる先輩を見てね。あ、真似しようとかね。あ、あんな風になりたいなとかね。そういう風にな,なった方がいいと思いません、ね。あのー、えっ、ー、となかなかね。その別に見本になれるほどじゃない。で、もちろん。 あのえー、と本当に見本になれる人っていうのは素晴らしいいろいろい,、ま、いらっしゃるからそう,そういうことはもう世の中世界にね立派な方いっぱいいるからねそういう方はあの例えば書籍とかねその著書を読んだりそれからまああの。 それを参考にするとか勉強するとかねそういっぱい私もあの読書とかでだしそれから私の先生とかの,あの本とか読んでねいろいろまあそれはあの勉強するということあるんですけどもまあ普通,普通ね日常的な生き方の中で自分の生きたその姿が後ろをくるですね例えばまあ子供のいる人だったら子供であるとか。 孫であるとかねそれから仕事場だったら後輩仕事のまあ後輩であるとかねそれから何かそういう付き合いのあるグループでも今のまあ小説のグループでもそうですけども何か知り合い知ってる友達とかそういう人たち若い人たちからまあ中年から老年から年齢関係ないんですけどもそういうねあのいわゆる自分よりも後ろから来る人ですね年齢的にも。 来る人たちにまあ見せる姿っていうものがまあ見られてるとねあのえー、っとですねテレビなんかでね出るようになるとだんだん綺麗になってくるっていうなるでしょうあのえー、っとね芸人おあれ芸人の方たちもね綺麗になっていくんですよね売れてくると売れてくるとあの見られるっていうことがあるのでまあもちろんあの女優とかね。 俳優とかそういう方たちはもともと綺麗なもう分かっててシャンとしてねえっ、ー、としますから綺麗なんですけどね例えばあの、まあえー、と岩下志麻さんとかねもう着物着てもピーンと背筋の、まあ、もうほんとりとしてね綺麗でしょそれでねそういう人があのみんなあのいらっしゃいますよね女優さんなんか。ももも綺麗だからもうそそれこそ老人になっても 綺麗なんですよ女の人は特に、えー、男性はまあ化粧も何もしないので、えーまあ、老化してくるとねそれなりにああのー、まあ、若い頃はアランドロンでもね本当にまあアランドロンの映画なんか好きだったんですけども,もう年取ってくると随分変わったりしましたけどもでもあのクリント・イーストウッドなんかは年取ってからも かっこいいですよねあの、えっと、マジソン郡の橋の時なんかは雨降って薄くなってる髪が濡れてですねぺちゃんぺたっとくっついてああのまはあ、げてるというか薄い髪がしてたんだけどえ別にそんなにあの老醜っていうかそういうふうに見にくいっていうことはなくてむしろかっこよかったりしたんであのまあ,あの年取ってですね男性はまあかっこよくなる。 なるもともと化粧したりか隠してないからあのまあ女はですね化粧してなんかしてごまかしてるんでそれがば、まあ、化けてくると見えるっていうこともありますけどもでもねそういうまあ綺麗さとかなんとかだけじゃそれもそうですけどもまああのー、やっぱりかっこよくね、あのーえーまあ、死ぬ時はかっこよくってわけにいかないでしょうけども、えーまあ、かっこいい人生みたいのね あのそんなにあのビッグな仕事しなくてもビッグな人生でなくてもですねど,どんな人生でもあのそれなりに素敵だなと思うようなね生き方を後輩が見てると思うと後輩っていうのは後の人たちですね年齢的に。まあ同年代にるでもいいですけど周りがですね そしてその人がですね私が三津子さんの筋トレに影響されて、えー、散歩を散,散歩のその歩く距離ですねを倍にしたように他の人がまたですねあのー、ちょっとまねっていうか影響されてまあ変え生き方を変えるというか。 まあちょっと行動する行動を変えるというかそういうふうにねみんながなっていくと、えー、いい方にそれがいくとね社会はすごくねあの素敵なものになるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。あの散歩しなががら自分影響されで,でまあやっぱりね影響されるっていうことは行動が変わるっていうことなので。 あの他の人もまあ行動が変わわるるというこででもあるわけですよそう思うと、まあ、絶望の100年だけども、まあ、希望もあるじゃないかっていうふうに思ってじゃああのまあねあと100年まで何,何年あるかわからないけどもどうなるか来年1年でなるかもわかんないけどもちょっとねましに生き直そうというか生きようっていうふうに。 なるんで,す、ね、でまあ例えば病気してる人だったら、えー、食,事がで食,食欲がないけどもじゃあちょっとブドウ食べてみようかとかねりんご食べてみようかとかって言って1、えー、つでもちょっとよあのおやつにでもいいから何かちょっと口に入れてそして食欲が戻ってきてそして薬も飲めるようになってって前向きに生きていくっていうことが。 あその方は健康になるということでしょう。すごくねあのえっ、ー、と社会のためにもなるんですね健康になるということは、まあ医療費もね少なくなるし、国のね医療費も少なくなるし介護の人も手が回るようになるしね、えー、そういうことがあるんで一人の人がえー、っとですね考え方を変えてそして。 いいことは影響されながらまあまた、えー、あと1年か10年か何年か分かりませんけどもその方の年齢によってもうちょっとえっ、ー、と生きてみようかなというふうになると世の中はあの楽しくなるんじゃないかなと思ってあのこの友達のハガキを ご紹介しましまたそれでやっぱりねあの人はあのー、人に励ますねっ励ますあ別に励まそうと頑張れとかねそういうことではなくて言うそういうことを言うことではなくて自分が自分の立場で、ね、例えばあのまあお家でですね、えー お料理作ってる人だったらね家族に何かおいしいものを作って食べさすっていうことはその家族を子供とかが見ててですねそして自分もまた例えば一人暮らしするようになったらね父親が台所に立って何か作ってておいしいの食べさせてくれたなと思ったら子供がやっぱり息子も作って何か食べようかなって作ろうかなっていうふうに影響すると思うんですね。そそういういれれっってやっぱり励まされることなので 何かやっぱりねあのぶ,ちかぶち当たった時にはその、まあ、家族であったり、ね、先生であったりみんな励まされてあの影響されてみんなあのまあ頑張るというかね月並みな言い方するとあると思うんで人っていうのはやっぱりその、まあ、人の定義っていうのはね人生の定義とかありますけれども人の定義っていうのはまあ あのいろいろ言い方ありますけれども、まあ、哲学的な意味とかいろいろありますけれどもね今日私が思ったのは他人を他人をというか他者をですね励ます存在だなっていうのがあの今日の、えー、この「はがきによって得た言葉」なんですね。人人を励まます存在がななんだなっていいう,うに思いましたそれで あの別にその何かしてあげてですね励ましてあげるとかえまあ何かあげるとかですねそれだけじゃなくてねやっぱりその人自身がその人なりにその人の考えでその人らしくねあのもうそのままその人がそのまま生きてることがこれはねあの励ましなんですよね。そう思って やっぱりねそこからの何を引き,引き出すか何を得るかっていうことなんだけどもそれはここ一人ずつ違うと思うんですよ。あのえー、とそ,のそのある人を見てですね何かを得るっていうことは人によってさまざまだと思うんですね。例えばあの将棋のね藤井さん、うん、あの立派な藤井さんですねご賞するんですか今度。なんかそういういの見,見た時に あの何を得るかっていうのはそういうあのまあ有名な人とか立派な人とかから得るものもそれぞれ違うけども身近なところでねすぐそばの友達とかすぐそばの家族,あの家族とかねいろいろそう人はいますからその人自身があのちょっとやっぱり後ろから来てる人を励ましてるんだなっていう意識を持てばですね 自分の生き,生きる生き方もですねあのもうそんなにあのマイナスにはいかないんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。それで人っていうのは何のために生きてるかっていうと後ろから来る人に見せるためにその見せるというのは励ますために励まそうと思わなくても生きてるだけで励ましている。 それが人の存在だっていう私の今日の結論です。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録よろしくお願いします。